川崎エリコは、イタリア在住の日本人歌手、YouTuber。イタリアパドバ在住、長崎県長崎市生まれ。イタリアのパドバを音楽院卒業後、日本語講師として勤務していた、語学学校の校長のイタリア人、プロデューサー DJ シルと、2012年に音楽ユニット系、ブレジャングルを結成。楽曲のスタイルは、オペラやエレクトロニック、時には、 伝統音楽も含む。これまで日本での音楽イベントだけでなくフランスのパリで開催されたジャパンエキスポやマレーシアのコミックフィエスタ、アメリカのアニメウィークエンド、イタリアのルッカコミックスゲームズなど様々なステージで活躍。オリジナルソングには J-POP スタイルの楽曲であるチャーミングガールやエレクトロニックサウンドとオペラをミックスさせた緑などが挙げられる。フューチャーと アライブなどの楽曲はイタリアのテレビ番組のテーマソングにも採用された。K. ブレジャングルはコミックスフェスティバルだけでなくよりフォーマルなイベントでもライブを行っている。音楽スタイルは J-POP からイタリアのオペラまで多岐にわたりダンスソングやラップなどにも挑戦している。グッド。地球便ではイタリアでの歌手活動に至った経緯等が語られている。2018年 K, ブレジャングルは解散し、現在はフリーで活動中。YouTuber ーーやテレビレポーターとしても活躍している。オカカーフなど、その他のチャンネルでも活躍。自身のイタリア向け YouTube チャンネルエリコッテロ、日本向け YouTube チャンネルである、エリコイレタリーで配信中。2019年9月イタリア国営、放送チャンネルライチの料理番組に出演。 2020年4月27日、動画配信サービス17ライブで、ライブ配信を始める。K、ブレジャングル在籍時スラッカー、パンチフィーチャリング、エリコ川崎スラッカー、パンチフィーチャリング、エリコ川崎ハット K、7.26K、BLE ジャングルパーティー。2014年7月21日閲覧。日本人の方へ。2020年6月15日閲覧。 アジアンビーツ、リローデッド。2020年5月20日閲覧。オカコフ日本の皆様へ。2020年5月24日閲覧。グッド。地球便過去の放送12月21日10時25分。2014年12月21日閲覧。K. ブレジャングルシサイアグリー。2018年4月1日閲覧。アソッチアツヨーネオカかーフ 2020年5月20日閲覧。夢が一つ叶いました。全国放送に生出演。2020年5月20日閲覧。オッチファローナライブアレ15.00スーンアップチェシキアーマ17ライブツイート。2020年4月27日閲覧。K. ブレジャングル1羽田インターナショナルアニメミュージックフェスティバルプレゼンツ。2020年5月20日閲覧。K. ブレジャングル1、羽田インターナショナルアニメミュージックフェスティバルプレゼンツ。2016年10月26日閲覧。K、ブレジャングル2、羽田インターナショナルアニメミュージックフェスティバルプレゼンツ。2020年5月20日閲覧。K、ブレジャングル1、羽田インターナショナルアニメミュージックフェスティバルプレゼンツ。2017年3月1日閲覧。エリコッテロ。 2020年5月20日月欄。アジアンビーツ、リローデット。2020年5月20日月欄。アジアンビーツ、リローデット。2020年5月20日月欄。アジアンビーツ、リローデット。2020年5月20日月欄。エリコ EDJ シルス TV7KJ エリコッテロ。2020年5月20日月月欄。K ブルージャングルインタービスタベビーメタル K J. エリコッテロ。2015年6月17日閲覧。ともやすザインタビュー。2016年10月5日閲覧。夢が一つ叶いました。全国放送に生出演。2019年9月22日閲覧。過去の放送。グッド。地球便読売テレビ。2020年5月10日閲覧。ありがとうございます。